皆さん、お手持ちのペン何使ってますか？はい、YU.com ゆきと。ネットだよ。はい、ということでね、今回はね、はい、ちょっと皆さん、お手持ちのペン何使ってますか？俺？あ、君聞いてないです。ドクターグリップ。42型。うん。そこまで求めてない。そう、アップルペンシル第3世代について話したいと思います。本当に？そう。俺第5世代来ると思った。どこの事件？もう本題入るんですけど、アップルペンシル第3世代、今出てるのは第2世代と第1世代出てるんですけども、うん、じゃあまず早速、まあ、第3世代こんな感じで、まあ一応ね、アップル DSD サインっていう方が出してるんですけど、ついに来ちゃったよね、ディープステイ。それ以上言うな。ということで、はい、今回話す内容がまずアップルペンシルとは何なのかっていうのと、まずアップルペンシル必要かもしくは不必要かっていうのと、うん、あとはアップルペンシル 1,2,3,4,5,6,7,10 iPhone より多いな。アップルペンシル 1,2,3 機能の、まあ、違いっていうのと、アップルペンシル第3世代の、まあ、発売日の時期はいつなのかっていうのと、あとアップルペンシル、まあ、第3世代値段はいくらなのでしょうかっていうことについて話していきたいと思います。はい。止めて。はい、ということで、じゃあ早速話していくんですけども、Apple Pencil とは何なのかっていうことで、Apple Pencil とは、まあ、iPad のアクセサリーとして、まあ、用いられている。で、iPad を、まあ、ノートみたいに使うもの。まあ、これ？そうそうそう。まあ、デジタル版ノートとペンみたいな。ああ、よくあるよね。先生使ってる。たまに見るよ。そう、欲しくなっちゃうよ。うん、盗んだ。あ。え？ぜひ逮捕してください。Apple Pencil必要か必要じゃないかって言ったら、まあ個人的には、まあ必要で、なんつうの、欲しいとは思います。うん、まあ僕は iPad 持ってないんですけど、ネット君に、まあ、iPad をあげたんですけど、うん、まあ iPad ね、結構思ったけどさ、ペンシルさ、必要じゃん。必要だね。でももう、ああ、僕卒業したんですけど、大学。うん、大学卒業したら課題やらないと思ったけど、どうせ会社で、うん、なんか、やるとき自分用でなかった方がいいかなと思ったから、うん、個人的に結構欲しいけどね。そう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 。まあ、そのさ、MacBook とかは Apple Pencil 対応してないんですよ。うん、じゃあなんで、その、まあ、なんでっていうか、まあ Apple Pencil を買った方がいいのかって言ったら、まあ、その先ほど言ったデスクワークとか。あとは、そう、MacBook と iPad って連携が取れるんですよ。まあ、デュアルモニターって言って、MacBook のディスプレイがメインだったら、iPad をサブモニターにできるっていう。使わんくない？いや、ペンシルあったら、うん、使う。いや、デュアルモニターはマジでいい。え、ペンシルこれ使えないの？これ使えない。だから、タッチペンじゃないから。不便やな。そう、不便だから iPad 買ってくださいということなんですよ。これは Apple の戦略でもあります。で、だからペンで書いたやつを、まあ、こっちにスライドして投げれる。おー。そう、めっちゃ便利。なるほどね。そう。じゃあ、ライトニング対応は基本的に、まあ、何が対応してんのかって言ったら、iPad のシリーズで、まあ、その Apple Pencil、何が対応してんのかって言ったら、まあ、iPad mini の5世代と、Air の3、第3世代と、あと、Pro の1世代。で、ちなみに、Apple Pencil、第1世代、第2世代あるんですけど、じゃあ、第1世代と第2世代何が違うのかって言ったら、まあ、第1世代は iPhone、使いの方はわかると思うんですけども、ライトニングケーブル、まあ充電器挿すところなんですけど、それがまあペンに一番先っちょにくっついてるんですよ。だから充電するとき思いっきりケツ挿し機能みたいな感じでバーって。え、じゃあおなるに挿して。そう。こうやるってことでしょ。そう。アイスクリームの。こういう風にやったらさ、折れるよ。え？折れる。そう、だから。怖くね？だからあんまりデザインとしては評判良くないっていうアップルペンシル大好き。え、ジョブズ作ったの？うん、ティムさん。あ、じゃあダメだ、あいつ。言うな、消すぞ。うん、危ねえ危ねえ、消すところだった。いや、もう消されたよ。じゃあ、第2世代、まあ何なのかって言ったら、うん、まあ主に、まあ USB Type-C、まあ充電が変わった、充電端子が変わった端末には、まあ Apple Pencil 第2世代が対応してるっていうことで。どこにつけるの？まあ、充電の方式は磁石で、ここの部分にくっつけてやるんですよ。めっちゃいいじゃん。だからここちょうど。そうそうそう、ペン入れるケースとかもありますよね。へぇー。なんか、色変わってるところ？そう、色変わってるところに磁石がくっつくっていう。
そう。なるほどね。めっちゃいいやん。買って買って。また買う？で、まあ、こんな感じで図は出しときます。どういう感じ？アップルペンシル第1世代と第2世代の対応の端末について出しときます。で、ちなみに、はい。本題の皆さんお待ちかねのアップルペンシル第3世代についてなんですけども、まあ、リーク画像がね、出たんですよ。まあ、一番最初にも言ったんですけど、リーク画像が出まして。誰が出したの？これはリークかどうかわかんないんだよ。正直。正直わかんない。デザインがペンだからシンプルすぎる。から分かんなくて、まあ、一応もう先に言うと、まあ、ミスターホワイトっていう方が出したあのリーク画像なんですけど、あーリークなのかな、ミスターブラックさんのお兄ちゃんの方でしょ。失礼してる、ブラックはよくね連絡取ってるから。誰？ミスターブラックあなたっすか？どうもミスターブラックと申します。よろしくお願いします。はいはい。で、まあ、一応ミスターホワイトが、まあ、ニューアップペンソルって言って出したんですけど、まあ、見るからに、まあ、第一世代と第二世代の融合みたいな感じのデザインになってますね。そう、何が言いたいかって言ったら、まあ、第一世代って丸みを帯びてるんですよ、ペンが。うん、で、第二世代はちょっと角張ってる気持ち。で、第三世代が星型になってる。キラキラさせんなよ。エレクトニカルパレードだよ。消されるぞ、お前。ヨミッキーに。お前だよ、ヨミッキー。ニューアップルペンシル。まあ、そう、丸みを帯びてて、まあ、ライトニング、一番上にライトニングがない感じ。だから磁石でくっつくんじゃないかっていう。まあ、これ見る画像的にね。すごいね。外れるんだっけ？そう、外れる。一応、第一世代、第二世代も、一応、先っちょが外せる。なんで？っていう。折れる。あー、カチ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 。なるほど、悪くなってくるのか。脆いんだ。そう、割と脆い。じゃあ、まあ、充電方式は、まあ、第二世代。アップルペンシル第二世代みたいに、まあ、くっつくタイプかなって、個人的には思うんですけど、丸いからどうなんだろう。やっぱ、一部だけちょっとスライドされてるんですよ。って思います。そう、くっつきにくいじゃん。丸い。完全に丸だったら。確かに。っていうことで。いや、発売日時期が全く読めないっていうのもあります。そうなの？そのさ、急に来るじゃん。ペンシルとかさ。あ、そうなの？うん。急に来るんだ。急になんかさ、もう、サイトにさ、うおー、エアポッツマックスとか、まあ、わかると思うんですけど、急にこっそりなんか、なんか来たよ、ね、待って、エアポッツマックス来たぞ、みたいな。だって、君の LINE で来てたもん。ネット、撮影。来た。そう。まあ、そんな感じで。で、値段は、まあ、18,800円、ね。ああ、18,000。そんなすんの？いや、大体そうかもしれない。これ買えるよ。エアポッツ。そう、大体ね、そう、アップルさん、最近ブランド志向になってて、トラックパッドとか、パソコンでね。トラックパッドとか、これ、パソコンのトラックパッドとか。トラックパッドって言うんだ。そう。あと、キーボード、マウスとか。うん、あれの、まあ、シルバーとスペースグレーみたいな色があるんですけど、うん、スペースグレーの方が2000円全部高いんですよ。なんで？色がかっこいいから。と、色が黒いやつはもう、ね、2000円高く、結構売り上げてるみたいですよ。スペースグレー別に興味ないんだよね。オールブラック派の人間。そう、だから、スペースグレーっていうかブラックっぽいやつ。マウスも黒みたいな。だからもう信者から、まあ、取ろうよっていう。ああ、金をね。そうそうそう。AirPods Max とか7万円ですよね。なるほどね。察してください。ということで、今回は、まあ、Apple Pencil 第3世代についてでした。はい、皆さん、次何やってほしいですか？まあ、コメントください。面白かったら、チャンネル登録者数じゃなかったら、チャンネル登録と、高評価もお願いします。ということで、次回も、レッツ、ライド。